で、通次はそのフェスとかのレッスンをやってあとは事務所でちょっと撮影するものがあってそんな感じの一日でした <laughs> でもありがとう。 おリアル話かよ待ってるメカセンターおはようこんばんはこんばんは働き方全然よたまたま短いのがっと並んでるだけであってその一個がめっちゃ長かったわけじゃん、ね、9からの <laughs> バキンからのバッキュンシーンでしょ <laughs> 私好きよあれ <laughs> クロフェスの告知動画でやったやつそう今日はゆる巻き本当にもう本当に私あんまり固めるのとか好きじゃなくてめっちゃゆるもう時間が経ってるから緩くなってるんですけどなんかすごいがっつり巻くのをねあんまり似合わないんですよ で今日はなんかガマガマは今日はですねレッスンの後にちょっと1時間半2時間ぐらい時間が空いとってそう釣りの撮影っていうかその事務所で撮ったやつの時間までそうそれでねあのまたうどん食べた <laughs> うどんん食べたんよ、夕方にそう。でまた行ったんですけどうどん <laughs> うどんを何時に食べたやろ 4, 4時4時とかえ何時やったろうか5時いや5時やな5時ぐらいうーんじゃあうそ4時半ぐらいにうどんいつものあの天ぷらはえ今日は エビ店でも最近ゲソ店にはまってますそううどんだったんですけどででもそうまだお腹減ってるから配信が終わった後にもうがっつりがっつりあのがっつりご飯食べます。 うん、その後は普通に鶏を焼いたやつ鶏さんを焼いてチキンみたいな私はコシがあるうどんがすごい好きなんやそう歯応えがあるうん、どんが好きですわンパク <laughs> やばいよお腹空すいちゃうでさっきも配信始まる前にちょっとお腹減るなと思って ポップコーンパクパクして一緒、えー、丸亀さんのよそうキャラに不具合なんだよねまだ不具合同じコーチ出身お一緒だねーお大阪レンチサイン通称通えー、めっちゃめっちゃやんありがとう楽しみにしてる 生まらでもか美味しいよねー。あまだダメなんだ。治っとる？そうなんかねー。<laughs> ラップかいてる。<laughs> いろろんなところを食べくえそうしたいんだよなんか広島の美味しいうどん屋さんとか知らんくてなんかいろいろ回ってみたいんですけどそうメンテそうメンテがあるらしいなんでだ <laughs> 今から夕食お何食べるの 去年、超10代で間近で見た忘れえー、嬉しい、去年なのに <laughs> ありがとう、すごい、嬉しい、<laughs> 気になってくれた人がいたんだ、嬉しい山中来たうどんたえー、美味しいの。の5月13日選んだら、2月5日であ、やそうなんそれはあれやな、あ、広島はもうないんかな、うどん屋さん。 どうなんだ、でもたまに讃岐うどんみたいな看板は見るんですよその個人個人のお店すごい気になるんですけどそうおごは派いいね私ちょっと最近はそうめん食べたい気分 <laughs> あと冷やし中華季節かなやっぱそう冷やし中華ね

<laughs> こんばんはお姉ちゃんのお宅ですこんばんは <laughs> チェキー取ってきましたそうなんかあんまり調べても出てこないんだけどねうどんよく食べに行くこれなんて読むんだ 鎌蜂、えー、不具合なんかキャラに頑張れキャラに <laughs> こんばんはこんばんは山田ここの楽しかった綺麗だったすごい景色も この読み方わからんけど、このうどん屋さん私も食べたうまいちゃってた。かも、ま。かもはち、うん、ありがとう。太鼓なんかの、そのうどん屋さんの名前いつもね。読めなくて。た、太鼓、うどんさん。 ちゃんはその行ったことあるかまわちゃん本当にええー、そうなんだいいね太閤う,うどんさんは行ったことあるお持ち帰りだなんかあの南区の方なんかなに一つあったんですけど私なかなか行ける場所じゃないからあのいっぱいは行けないんですけど美味しかった 町もねあんまり行かんからね武蔵のえ武蔵はうどんがあるの <laughs> 知らなかったお腹空いてきたねこんばんはこんばんはご飯と <laughs> さあでもさっきポップコーン食べたなんかさポップコーンを食べたいからなんか映画館に行きたくて映画もめっちゃ好きやけん見たいんやけどもう今見たいやつがなかったとしても映画館に行きたくて <laughs> そうなんかもう雰囲気が好きなんだろうなとそう。 僕も買うだけもできるんだ。でもやっぱりさ、なんかも物語を味わいながら食べたいっていうか。ヤンマガ選抜はあれやヤンマガウェブのやつをたくさん見てくださった方の上位の7人が、ヤンマガの端末とかに乗れます <laughs>。飲み物は、 えー、飲み物はねうん飲み物は何やろうでもなんか炭酸もいいけどなんかめっちゃ多い量炭酸はちょっときつい時もあるからうん普通にお茶とかオレンジジュースが多いかも最近見た映画館での映画は推しの子の映画しかも聞いてほしい3月の本当に最後の方に行ったんですけど もうそこで学割を使いましたコーラでそうコーラもね好きなんだけどこの,の大きさによるかもこれぐらいはもう飲めなくてそう学割使ってみたんですけど最後のあれが,がうんそう学割でした本編始まるまでに食べる、うん、ポップコーンはなんか 私は見見なながら見たい派なんですよそのスクリーンスクリーン全然 <laughs> お話を見ながらね食べたい人なんですよやけんそうあの頑張って我慢してるんやけどもうバクバク食べちゃってそうだから L サイズを頼むバクバク食べても残ってるから本編始まってもだから私は L サイズしようバターはかけませんでいつも食べてます変わってるでしょ みんなバターかけれる方が美味しいじゃんとかあの半々でキャラメルと塩にする方が多いと思うんですけども私は塩オンリー <laughs> キャラメルは好きなんやけど塩ですね そう推しの子はそう1時間半ってびっくりしたって書いてたんですけどそう1話はね1時間半っていう,もうなかなかないスタイルなんですけどっていうかもう1話が先行配信で映画してる時点で素晴らしいんですけど <laughs> そう推しの子はもうあのー、そうです、ね、多分もうだってさ 見た方だったらわかるかもしれんけどなんかもうあれをどこで切るっていうもうやっぱ1話はね1時間半でよかったんそう,そうあそこまでそうあそこまでをちゃんと流した方がめちゃめちゃよくめちゃめちゃいいん ああ揺れるるやつあるよね映画館なんか私もこの間ないだんか推しの子見た時なんか揺れとった気がするんやけど <laughs> あれなんか <laughs> 揺れた <laughs> そて私はあのー、作者さんのメンゴさんっていう方の作品すごくあの小学校の頃とかもから好きなのですごいあの楽しみにずっとねたまに配信とかで言っとった気もするんやけどなんかすごい楽しみにしててやっと放送 漫画見ようと思ったんだけどね私は結構まずアニメで楽しみたいなと思ってずっと我慢してた漫画見るのは <laughs> 推しの子えわかんないなんか揺れとった気がする気のせいかなあれは毎週楽しみうん楽しみゆるまくんもねでもね アニメねまだね進んでないところも気になりすぎてもめちゃ漫画買っちゃったから <laughs> もうめちゃお話見ちゃったうん 桃ももが好きももが好き <laughs> すごいよね増えたえー、でもあんまり本当にイルマくんとかしか買ってないからね私しかも1巻からまだ買えてないっていう,もう17巻から31までしかまだ持ってない <laughs> 自分がお話知らんところでコナン見に行ってる人いるよね ネット配信ダニを言ったら、ためだけしなというふくし、いや。そうなんよ。アイドル好きやといろいろ。通じるもの。そうねー。そうねー。いやー、夜更かししちゃうよね。私最近、絶対なんか寝る前に。あのー。 寝る前にねあれしてるスマホのゲーム版のマリオカートして寝てるめっ <laughs> <laughs>、ね、そうアニメは夏深夜が多いね私めっちゃあのアプリで見てるからあれやけど多いね深夜が。 そうスーパーマリオの映画がもうすぐあるでもなんかドラえもんみたいんだよねもう一普通に <laughs> 一人映画でスーパーマリオのさうんスーパーマリオのさ映画ってさどんな内容なんやろ推しぶどうの映画映画はめっちゃ楽しみ本当に楽しいもうもうか推しぶどう 星風呂は本当におすすめなんかなんて言ったらいい本当にアイドルファンの方もめっちゃ楽しめるアニメだから本当におすすめし <laughs> かも実写もいいんだよねそれこそ椅子動くとだそれな <laughs> 確かに「スーパーマリオ動いたら楽しいね」でもあれ「ポップコーン食べれないの?」だったら。 なんかあ本当にさゆりんごさんめちゃめちゃマんアり <laughs> アイドルみたいもう顔が綺麗だしかわいすぎてアイドルみたいだけど <laughs> 役はねそのファン側なんそののルイージがそれえどうなんかな しっっかり持ってないとポップコーン飛びそう <laughs> それはダメだな私 L サイズだからピヤンこの前見た「アオシノコ」ピーチ姫がさらわれるやつなのかな <laughs> マリオカートはなんかスマホ版だったらうまいと思うけどスイッチのあのこういうボタン使ってやるやつはうまいかわかんない。 やったあんまりほぼやったことなくてエリピアさんぴ、ね、ったりねぴったりだポポコぶち上げたえ泣いちゃう USJ のマリオ楽しそう本当に USJ2 年2年,2年3年半行ってないからねもっと行ってないかもえもっと行ってないえ四年4年ぐらい行ってないかも いや5年言ってないかも <laughs> ふわふわでかわいいありがとうスイッチねあのあっちしか持ってないライトしか持てなくてなんか本当にライトじゃない方買えばよかったってずっと後悔してるんよ私でもシャツにコーヒーかけて送らラオか <laughs> あらうん、うん、そうテレビテレビでやりたくて。 なんかそうでももうライトを買っちゃったからここからまた買うのもなんか私ってすごいさまあみんな知ってると思うんですけどすぐハマってすぐやめたりするじゃないですか。<laughs> いやめっちゃアニメとか魚が好きとか全然あのずっとずっと好きなものも多いんですけど。 たまにゲームとか、飽きたーっていう時あるじゃないですか。だから、そう。え、でも本当にね、もう、アニメとか本当に小五からずっとやって、全部がってわけじゃないけど、そう、ゲームの場合は結構そういうことが多いので、自分は。なんか。 アイドル覚めてないです覚 <laughs> そうなんですしゲームに関してはそうでも私あれマリオのあのえライトでもマリオできるのかなカセットであればあのマリオカートのカセット買えばあのライトでもできるの おしのだうんうどん飽き,飽きないでも本当にマリカは本当に飽きてないずっとやってるもうもう1年近くマリカは携帯バージョンだけどあの携帯バージョンだけどやってる。 えー、どのキャラが好きなんだろう何やろうか <laughs> ずっと飽きずに言ってありがとうないとでもできるんかそう私マリーは本当に飽きないクッパ ピノッキかわいいねえ何が好きやろうなえー、何が好きかなポッと出てこんけど今携帯で使ってるやつはなんかなんかキャラなのかよく分かんないやつ使ってるんだよねうん、んピーチ姫 <laughs> グランツ ゲーム、グラングランツンえー、えー、ええー、え何やろうな私でもよく使ってるマリカとマリオっていうの <laughs> マリオ。ちょっとうちのピーチ姫と桃パンなんかそう。 なんかさなんか顔を思い出せないんですけどなんかこんなキャラいません口がなんかもう黒,黒とかいろんなキャ,キャッキャシーキャッキャッあれなんだっけキャッんかそんな名前キャキャから始まるやつよえー、っとね何でしたっけキャキャサリンそうキャサリンだ キャサリン使ってるんんですよ、よくなんか、めっちゃ使いやすくてキャサリンのブラックの子をよくマリカーでやらしてえー、使わさせていただいてるんですけどキャサリンです別に好きっていうかなんか使いやすい <laughs> なんか強いんですよなんか私の中でキャサリンの能力が黒のやついろんなカラフルな色。 でもなんか好きなキャラなんやろなんやろ好きなキャラは何かな今でもなんかマリカーに出てるポチっていうなんか何のキャラか分かんないけどそれがいてそれ可愛くて買ったあの買ったっていうかそのお金とかじゃなくてコイン集めたらゲームでコイン集めたら買えるやつダイヤかダイヤ集めたら。 そう地道にちょっと集めて、それを買いました。犬の犬の、犬のキャラ。犬のキャラです。こんばんは。 <laughs> そう、ワンちゃんのね。うんうんうポチ検索 <laughs> して可愛い可い愛い,いでしょ？ポチ使ってます。 マリ対決したいよねマリカてかマリカーじゃなくてもあの本当にあれあのねマリカーじゃなくてもマリオの普通にやるやつも好きでこんばんは。テサリリンそうリボンが大きいやつよ ゲーム大会したいよねでも私あんまゲーム自体めっちゃ強くないんよ好きやけどそう強いとかではないから <laughs> ポケモン対決したいよね私も死なないゃ言っここにしか動かなマリオブラザ横にしか動かない,横にしか動かない普通にあのピョンピョン飛んだりするやつ私あれだよ好きだったな ウィーのさ私めっちゃウィーとかやってたんですよ昔ウィーのなんかあのウィーのやつ好きだったマリオのやつあとそう 3DS でやっとったあの普通に横にしかだから横にしか動かないやつの方が好きです私 STU やりたい前もねちょっとだけマリカやったからマリカはめっちゃやりたいゲーム対決めっちゃ楽しかったなあつ森ねそんなかなかやれてないなんかなんかでも本当に 3D のやつめっちゃやってたんよあの動物の森本当にめっちゃやっとってもうずっとずっとやってたんですけど そう。ウィーのニュースーパーマリオブラザー。どれかな、で、私、ねむこちゃん家に、ね、ウィーがあるんですよ。あの。ずっと、そう、ずっとウィーがあって、なんか。もう。絶対、ねむこちゃん家に集まったら、みんなでウィーのマリオとか。なんか、本当に昔ながらの。昔でもないけど、なんか。 何だっけあれウィーンのさマリオのミニゲームみたいなやつとかもーちゃん強かったえー、どうやろうかでもそうマリオパーティーかなそう マリオパーティーとかやってあと人生リームしてるから <laughs> 私たちの遊びはちょっとめっちゃ面白いですよねんか確かに今はスイッチとかの方がみんなやっとるかもしれんけどもう面白いんよやっぱり私の中でウィーとかそういう昔ながらの遊び。 ゲームするよーてか私人とゲームがするのが好きやから一人であんまりめっちゃやるってわけじゃないけど本当にね人とゲームをするのが一番楽しいしかもちゃんと横でやるのが楽しい通信とかじゃなくてプレステ派私プレステ持ってないんよ持ったことやったこともないよね アップよえやってないかもあれやってたなんかペンギンみたいなやつなんかさ 3DS か DS か忘れちゃったけどなんかペンギンのやつやっとったなペンギンのやつとかえ何な,なんだろうあの名前は私が本当に DS でハマっとったのは「えー、動物の森」「マリオ」「ポケモン」えー、あとは「ドタマゴッチ」のカセット あとはあのー、なんだっけなあなんかねとんがり帽子みたいなメスがあるんですよ魔法使いのやつなんですけどあれやったペンギンのやつなんやっけえペンギンペンギンの問題って何だっけえなんだろう それかなえわかんなっ何やろうか私も何のキャラか知らずにやっとったかも昔「塊だまし」やってないねえー、なんか青いペンギン青いペンギンのやつ横に動くやつ何なんあれ えー、思い出せんあれペンディンなんかなっていうか <laughs> あの子はペンディンなんだろうか分かんないけどなんやろあれええー、そうみんなが言っとったやつかなさっき。 ペンギンの問題ってさどんなやつどういうゲームなんか普通にどういうドンキのあドンキのペンギンのとは違うけどちょっと近いかもちょっと近いかもみたいなあ <laughs> っだけどタキシードさんは青いね <laughs> へえ 女の子のキャラじゃなくて男の子の声のキャラだって高い男の子の声のキャラだったあキリッとしたペンディンかも青いえー、全然出てこないわんだろうあれあコロコロのキャラかもえわ、ー、かんないこれが全然違うこと言っとったらごめんえな、ー、んやろモヤモヤするやつこういうの あるよね思い出せなくてしかも今ねもう一回調べれるものがないからみんなに正解を言えれないんで、ね、あそれがペンギンの問題かそれかもペンギンの問題なのかなそれのなんかゲームみたいなえそれかもでも多分そうな気がするみんなの。 <laughs> でも別にあんまキャラ知らずにやっとった気がするな昔。<laughs> あれそうや多分なんかね誰かからもらったんかよくいとことかと一緒になんか交換じゃないけどそんな感じでなんか借りてみたいなことしてたからそれでも,もらったか借りたかして使ってたから。 あのー、多分そのそんなキャラクターを自分は知らずにやっとったんよちっちゃい頃の私はそうやそうなんか思い出したぞ私のいとこはちょっとボーイッシュ系の昔は女の子 あカジカジしたりソフトに名前えー、ソフトに名前書いとった今はボーイスじゃないんですけど昔は来週の男にえー、そうなんじゃ出演したいな、ね、もまた 私ポケモン好きだったなめっちゃ草むら走って <laughs> 誰の名前ウとトでえー、そうなんだてつねーやったことないよね自分ファミコンからプレステコンまでえー、すごい私全然持ってないやん マリカ買いたいなぁあのカセットのやつあのなんだっけ PSP はセーブデータソフトに保存しないから確かしかしやすくへ、えー、ダ,ダウンロード うん、スイッチのね方をやってみたいいろんなコースがあって楽しそうやってあ <laughs> マリカコラボ3期生。サンキュー リセットボタンゲームあーでもなんかしとったよねなんやろうなえなんかなんかリセットあめっちゃままあの <laughs> ちょっとかうまく言うなんかマリオのマリ,マリオのマリオブラザーズのデータを最後までの言ったら決してまたやり直してたそれはあのしかも自分がコロナになっちゃった時に コロナになっちゃった時にやってたのかなあれってなった時にやってたかもやってまたゴールした消して <laughs> またまたあのマリオやってだからもうそのまま DS の 3DS のカセットのマリオをもうね10回ぐらいやっとると思う同じやつをうん最近最近 からスイッチのアリオじゃなくてディースのアリオやっとったんよこのやつ消したのえなんかまたコース終わったらもう一回なんかやりたいなーと思って消してまたやって消してしかもなんかあれじゃんもう一回さメダルみたいなゲットしちゃったらその後水色の薄い水色になっちゃうからなんかゲットした感がないから消してまた <laughs> 金のそうメダル集めを3枚やってみたいな。 繰り返ししてましたスイッチじゃないよ 3D だから私スイッチもねゲットしたいんですよねでもなかなか買う決意があのカセット私今、うん、2個 <laughs> とあつ森とあのポケモンしかまだカセット持ってない <laughs> <laughs> マリオは買ってもいいなって思ういつかカセット版ダウンロードえー、でもダウンロードしたらさそのカセットなくすことないからダウンロードいいなって私なくしたらさそうポケモンとかもねやり続ける系 でもなんか今のヴァイオレットのポケモンはなんかどうしたらいいか迷っちゃってなんか何しよう釣りってなっちゃう今なくしそうそうそう顔をねお,お小遣い貯めましょう んん <laughs> ちゃんの商品品あのネットクレンジングなかなか難しい <laughs> 難しいよねでも私リフトウレスさんでさ <laughs> なのさかおいしそうな食べ物ゲットした <laughs> ちょっとなんか運が良くて撮れただけなんだけど「バイオレットポケモン」 ソードとバイオレットしかかったお夢めっちゃっとるせいや1500時間今週撮ってきたお姉ちゃんね会えるといいねスイッチとマリカポケモンモンハン買ったけどほぼやらずに2年くらいそうなんだマリカ 何お金もらってるから何でも買える全然そんなことない <laughs> なんか普通になんか携帯代とかとか考えとったら全然そんなことないよ <laughs> とかあのー、お話し会の衣装とかをお話し会の衣装とかを買えてたら全然。 お洋服代とそうねそうねお洋服代とかとかねそうおうちおうちのお金とかいろいろ考えてたらふわーって感じ。<laughs> ポップコーンは大丈夫安い安いポップコーンはねもうね100円出せばこれぐらい買えるからもうスーパーで売ってるやつ天才よあれはお家代そうお家代とか考えてたらねでも広島にお家があったらあれかもねちょ,ちょっとお小遣いが増えそうかもね <laughs> 一人暮らしとかしてたら 本当に結構大変だっ気がするお話し会でメイクとかお洋服大変そういつもこだわってお話し会感謝ありがとう センチが高くんじゃい <laughs> そうか大丈夫大丈夫普通には全然暮らせてるからそんな <laughs> 大丈夫 <laughs> 大丈夫だよ <laughs> そう私はやっぱり私一人暮らしではないからあれけどねそうほんと一人暮らししてるメンバーとかは大変だな だってさだってほ本当にそういえばそう本当にパパが頑張ってくれてるおかげなので私もできるだけ協力したいって今もう高校卒業してすごい思ってるからそうなかなかね別れてやっぱ暮らすのはお家代がたくさんかかってしまうということなので大変です 多多分、多分といううかもう大変です私もできる限り出すというか携帯代とか自分でちゃんと出さなきゃなって思うところは頑張ってますもうもうもう学生ちゃんじゃないのでそう、まあ、でも全部自分でやってるわけじゃないから本当に。 そこに関してはめちゃめちゃ感謝してるそう毎日対戦してるのそは <laughs> 私もでもねちゃんと貯金もしなきゃなとか料金プランとか あ、携帯のかな携帯のでもうん自分で払ってやるよでもそうお洋服プレゼントそうプレゼントしたのこの間パパセントごめんなさい私も誘いました スマホ代は仕事道具 <laughs> まあねお仕事道具やけどねまあもう,もういろいろアニメを見るためにあのアニメのとかを契約してたりするので当たらんなかなか今日の服好きありがとう大学卒業してやっとそういうの考えてもいやちゃんと大学まで頑張ってるから大丈夫そんな もうみんな本当にみんなね頑張ってね生きてねお仕事してるの本当に偉い、ね、<laughs> アニメーのし画質優先でスマホ選ぶとそうなんよやっぱり今の携帯にしたのも あのー、そうあのー、今の携帯にしたの昔質のためなのでちょっとお高いですねやっぱり携帯代見るたびにう,うっってなりますお誕生日おめでとうお,お誕生日見えるかおめでとうお誕生日ハッピーバースデーフフフフ おめでた。もうかさい会えなくなる。<laughs> 偉いねー。仕事頑張ってるから。お仕事してるから。同年代の学生を失礼してる。そうなのかな。そうでもない <laughs> 一緒？本当。私ななならもう大学の受験頑張ってるみんなすごいなって思ってるぐらい、ね <laughs> パチパチみんながお「お誕生日お誕生日」でいいね <laughs> おめでとう <laughs> お祝いありがとうもちろん少し長く生きてるいやいや私もだってお仕事とかしたらさもうなんか慣れ出したくなりそうだもんそうだからみんなはちゃんと逃げずに頑張ってて偉いんよ 我が社の新人もうし, <laughs> してるかなそうかな全然もう会社の荒波を泳,泳いでる <laughs> いやでも、モカはモカはあれだからその確かにそのす…全部楽しいっていうわけではないし大変なことも多いけどでも好きなことをやってるから今頑張れてるだけで。 なんか本当に将来お仕事に就いた時にもうやだーって言うかもしれんよ <laughs> あ今軽く投げ出してお仕事中こすり、まあ、バレなきゃバレなきゃ大丈夫大丈夫受け流しいやそうだよね社会に入ったらなんか何か受け流すことって大事だよね帰り際に仕事いられていないかそれはそうもうこらってなるやんな 愚痴って乗り越えた <laughs> まあまあ人間人間ね我慢しすぎると生きていけないので大小イの皆さんですね優しいアイドルのモも,もちには僕より僕らよりも大変だといや絶対ないそんなことない私はだって好きやけんさ好きやけん大丈夫全然 まあやさ不機嫌な部下に不機嫌なの部下ちゃん悲しいねそれは先輩なのにねねもうこらーって無限に怒られて常に退職いやもうそうだよそうだよねだってお仕事って怒られるのがもう当たり前レベルのものだから本当にみたいなんでそんな怒るのって って思うけど、そういう世界なん。なんだよね。この書類コピーしといてって言われても、シュレッダーされても,も、おうじゃないです。絶対や。<laughs> 絶対だめだよ。そういえるもんじゃない。<laughs> 全然。でも、私はさ、まださ、そういう。バイト経験もないし。 普通にアイドル以外のお仕事もしたことないので皆さんの大変度はそ全部わかるわけじゃないんですけどでも大変の中頑張ってるのはわかるのであ職場にただみんなニコニコないじゃあ回ろうか <laughs> みんなの職場「コラ」ってと落ち込んじゃうから何かいやたまには厳しく。 飲み会なんか愚痴大会なんだけどファンの仲間ができてみんなとおしの話するのが楽しいあいいねやっぱ楽しい話で盛り上がるのもいいよね怒られるのは自分が魅力未熟だから仕方ないけどさ無理なもん <laughs> そうだよそうだよ無,無理なんだって心の中で怒るしかこの年で 社会人なのも大変だと思うありがとう全然まあねでもなんか本当に昔は取材とか全然わからんくてなんか同じことしか言えんかったけど本当に今思えばちょっとずつ慣れてきたなって <laughs> めっちゃ思うそれは本当に最初はもうしんどいことも気づかんぐらい必死だったのでそう 常焦ってる人みたいなのが私だったんですよ最初私は結構慣れるまでにめちゃめちゃ時間がかかる不器用さんででもそこを乗り越えたら分かれる何か理解できるような人間なんですよだから勉強とかも最初ずっと分からんくて「あ分からんこの問題分からん分からん分からん」からんからんって思っとったら。 なんかある日突然わかるようになったりするのね。<laughs> <laughs> だからすごい遅いんよ。私はせ、せちゃんと頭で理解するのが。すごい最初は大変だったけど、そういじり方にも増えた感じ私、聞き上手ですかね。そうかな。ありがとう。 ギッザニア巻いた時楽しかったよねもうこの年齢だといけないのかな最初の頃って分かんないことだけどいっぱいいっぱいそうねお仕事とかがさなんか変わったり職場とか変わったりしたら余計にそうやね私初めての時ってもう,うわあってなるよね必死だよねでもただただ必死なのに必死で頑張ってるのに怒られたりしたらもう うわーってなるキッ実際ニアの体験ね小学校の6年生の修学旅行で行ったんですけど、まあ、1回しか行ったことないくて何やったっけえなんかマヨネーズ作ってペンあとなんかペン作ったなんか名前なんかペン作ったっていうかそんななんかほぼ,ほぼできてるような感じやったけどみたいな感じやった気がする。 そうめっちゃ顔こわわばってたよねかる私もね常にね自分の顔がこわばってたんですよ初期の1年間2年間ぐらい <laughs> マヨネーズてな,なんかマヨネーズ作ったりペンのなんか作ったりしたことあるピッツァニアね中学生で広島出てきてアイドルと学生って言っただけねほんと いろんな県に行ったりするの好きなんですよなんか新しいのが好きで <laughs>、なんか新鮮な感じしてすごい好きだったので食料そうなんかまだマヨネーズ作るそう多分テューピーの工場のあいつみたいな感じだったかな 楽しかったな。<laughs> 卵はって、え、作ったっけど、なんか卵と何入れたってなう覚えてないけど。やったよ、なんか。んでも、聞いてるし、私ね。本当にだ、ここダメな人。 ところなんだけど自分の手に持ってるもののすぐ手離して落とすんですよよくそれが私なんですけどなんかキッザニアであの小学校の頃の小学校6年生の頃に仲良かった女の子と2人でね回ってたんですよ私とその子でであオ押すかでなんかキッザニアのカードみたいなやつなくしちゃいけんやつを2回落としたんですよ私 なななんんんかか手に持持っっててるるものをねね感覚がないんですよ、ね、なんか持ってるだから落としちゃって2回落としてなんか2回発行してもらったんですけど <laughs> マジで、ね、友達に申し訳なかったしお化け屋敷でも怖すぎて手に持ってたバッグ落として出てきて「ごめんなさい」って言って持ってきてもらったんですけどよくね別の感情が出ると手,の手に持ってるもの落とすんよ。 あそうフリーパスみたいなやつでもそれは小学校の話やから今はない今はだいぶだいぶないですでもなんか置いた場所とかすぐ忘れるからなんかそういうところはちょっと直さなきゃいけないもういつもスマホ探してる22時かご飯タイムに行こうかなー 手の力抜けちゃう。そうなのよ。なんか持ってる？ペット？ももさんももさんタイムになっちゃったね。そろそろ読みますよ。でも。ももさんタイムで。見てそう。今日は <laughs>。今日はですね。あの私ガチャガチャをしまして、そう。あのうどん食べた時にガチャガチャ見つけてしたんですけど。 ずーっとずーっと探してたこちらずーっと探してたこちらあのガチャガチャずっと探しとってやったーめん当たりましたもう一番狙っとったやつなんか他にはサッカーのやつとかグミのやつとかいろいろあったんですけど私が欲しかったやったーめん 当たったっの一発ですごくないえこれめっちゃ探しとったなんか情報情報見てえめっちゃ可愛いじゃんあと推しの子のガチャガチャもねなんか東京とかだったら売り切れらしいんですけどめちゃめちゃあってであのー、アクアとルビーちゃんが赤ちゃんでペンライト持ってる狙いのやつが当たってあこれはね開かないんですよ音は鳴るけどね めっちゃ今日強かったすごいと思って超嬉しいそうめっちゃかわいいのてか本物に見えるあやばいも,もさんタイム忘れとった <laughs> えー、そうですねちょっと音が鳴りましてそうですねあのめちゃめちゃ好きなお菓子なのでそうよく食べるんですよ <laughs> そうちょっと夢中になるとね忘れるんですよすぐ私私は結構ガチャガチャ好きなのであのそう私すごいやっアあめん大好きで今でもよく買うし11円ということでめちゃめちゃ安いこのガチャは300円です たまに当たり出るよね。ここにはあまだつけてないな。おしの子もあっちにある。好きなキャラお尻。え、これはキャラじゃないよ。これはお菓子やけん。塾の件、いいね。あ、いいいいですね <laughs>。<laughs> もう最近キャラクター大好きすぎてどうしようもう。 どうしようかね。ねえ。コンビニくじね、くじ最近あんましてないですよ、なんか。コラム不サンドです。 こんな回もちょっと同じ話できます明日の 13, 13時まで待ってるからねサメのやつそうサメのやつよくサメかぶってるやつよいろいろかぶってるけどペックルとえっペックル投票して私も投票してるのよかったら。 リアルお話し会もあります。福山もう,もうちょっとなのでおすすめです。多分今回までなので。ね福山の8時間目完売できたらいいな。7時間目8時間目おすすめだよ。あ毎日ベックに投票してくれてるありがとう。 ケロップが見切れずもう豆のやつ。<laughs> ごめんよ。生がう部のよりは素敵な、すぐ。素敵な。素敵がわかんないけど。チェック投票ありがた何歳ですか。私は。十八です。すごい、何歳ですか。すごい、三つ、お、すごい。<laughs> <laughs> あそんな気になるのか私の年齢がヤンマがヤンマがヤンマがウェブ1 0日更新してえー、嬉しいおすごい何歳ですか何歳ですかあさっきヤンちゃんとこにいた方なのそうなの何してるん <laughs> 何してるん お長期間申し込ありがとうねえ大丈夫すきな写真です優しい <laughs> 人間でいうと人間でいうとそうです18歳 <laughs> 消えたね <laughs> いなくなっちゃう 桃年齢だと、そうですね。もうも桃五個分ぐらい。十日の山かぶ、えー、見てくれたの、ありがとう。では、そろそろ読みますね。 来てね恋してカープさんピカピカありがとう、えー、メガバイトちゃんかわいありがとう韓国なんちゃんえらいありがとうひやさんたありがとうももこごもがねえねえん年の前わかんない <laughs> また来るどんまた待ってるよ。電話も楽しかったよかっったたよ <laughs> 話早くお休みした方がいい。ありがとう。明日も話そう。13位の十も八8さんありがとう。12のコイステカップさんありがとう。11のモカロ侍さん,あり,ラさんありがとう。10のタラエモさんありがとう。九のエイトさんありがとう。1のドラガンさんありがとう。9からのバッケンのおもちゃに。どううか <laughs> バッケンだし。 ありがとう7位のマピアノッピさんありがとうお祝いありがとう桃林に言うて最高の日おめでとういい一年にするんよ六 <laughs> 6位の福ちゃんとまくももこぐ組さんありがとう5位のぜたんンさんありがとう4位のひでくんさんありがとう3位の幻さんありがとう2位のふみやとまくふんふんさんありがとう1位のトシさんありがとうもうかしかしないマッティあんじゃん おっりかい,わいスプラスプラかー私ね好きなんだけどね超下手なんよ教えてほしいわ <laughs> もうあとね私スマブラも下手なの本当にねボタン覚えれないからずっとね適当にカチャカチャしてるだけだからねもうね旬で負けるんよ私すっごい下手なのそう対戦めっちゃ下手なの そう、本当にもうね。誰にでも勝てない <laughs>。もうね。ダメだって,って。楽しいんだけどね。もう下手くそなの？下手たちよとか言わんの <laughs> もうね。だから、それはもう絶対。誰にも勝てないとメンバーの中で最下位になると思う。 うん、泣ける自信しかないでもなんかシューティングゲームとかはまあそのうん2つよりはまだできるけどそれでもあんまうまくないからもうなんならもうあんまうまくないゲーム <laughs> でも好きよ <laughs> では今日もありがとうバイバーイ 当面簡単ありがとうありがとうおやすおやすご飯食べてねありがとうおつももおつももお休みできるよご飯食べたらするよありがとう親ももだこちらこそありがとうありがとうおやー今日もお疲れマシオカと頑,頑張るねありがとうまたねーバイバーイ。